この動画は書籍、計算社会科学入門の第9章、統計モデリングについてサイバーエージェント高野が解説するものです。よろしくお願いします。計算社会科学という領域の特徴の一つに、人々の行動に関わる巨大なデータ、行動ビッグデータを用いることはあります。ここでいう行動ビッグデータは、あるシステムを人々が利用した際の行動履歴なので、例えば GPS データ、検索エンジンの検索クエリ、クリック履歴、ソーシャルネットワーキングサービスのコミュニケーション履歴、オンラインゲームのアクション、EC サイトの閲覧、購入履歴などが挙げられます。これは社会科学においてはフィールドワークなどで集めたデータ、観察データの一種であると言えます。行動ビッグデータは時間的、位置的な解像度が高い、つまり非常に詳細で、かつそれを生み出した人の数も多いという利点があります。また、実際に人々が日々生活する中で生まれたというデータですので、生態学的妥当性が高いという側面もあります。一方で、観察データ特有の問題もありまして、その一つに要因と結果の関係性を知ることが難しいという点があります。この課題に対して、観察データを扱う様々な学問分野で観察データの分析手法が発展してきました。具体的に、要因と結果の関係が単純に比較するだけでわからないという例を一つ挙げます。ここでは自社で運営しているニュースサイトが利用者のニュース知識にどのように貢献しているかについて調べたということを考えます。仮説として、ニュースサイトの利用時間が長いほどニュース知識が多いということを、考えましょう。ニュースに触れる時間が長い人の方がニュース知識が多いというごく自然な仮説です。ところが、実際に両者の相関を見てみたところ、負の相関、つまり利用時間が長い人ほど知識が少ないという結果になってしまいました。なぜこのようなことが起きたのでしょうか。実はこの分析には一つ問題がありまして、それはニュースサイトの利用時間とニュース知識の両方に影響を与える要因というのを考慮していなかったというものです。このニュースサイトなんですけども、実はニュースサイトにあまり関心がない人向けのサイトであるというブランディングをしていて、比較的エンターテインメント要素が強いメディアでした。つまりニュースに関心が強い人というのは利用時間が短かったんですね。その結果、ニュースサイトの利用時間とニュース知識というのはこの図のように負の相関を示す結果になってしまいました。この関係性を正しく評価するためには、関心の強さ、ニュースへの関心の強さを考慮した。つまりこの図のようにニュースの関心が同じぐらいの人同士で、利用時間と知識の関係を調べる必要があったわけです。このようなデータとデータの関係性をモデリングする枠組みを統計モデリングと言います。具体的にはデータの生成過程をモデル化し、それをデータに当てはめるということをします。データの間の関係性には様々なものが考えられますが、ここでは目的とする変数 y を、説明変数 x で説明するというモデルを考えます。説明したい目的変数 y というのは確率分布から生成されるとして、その確率分布のパラメータ θ をデータ x から決めます。この θ というのは、例えば正規分布であれば平均と分散で、θ は説明変数 x と係数 β、関数 f によって作られます。多くの場合は、ベータで X を重み付けして足し上げたものが使われることがほとんどですね。それでは最初に確率分布について紹介していきます。ある事象が起こらないという01の現象をモデル化するのがベルヌーイ分布です。商品を購入するしないとか、試験に合格するしないとか、コインを投げた時に裏になるか表になるかといったものです。それを N 回繰り返した時の発生回数をモデル化するのが二項分布です。例えば N 人にメールを送った時の返信人数などがこれにあたります。二項分布の N が大きくて P が小さい時はポアソン分布に従います。この分布は値の上限のない正の整数の分布ですので、カウントデータのモデリングによく使われます。コードビッグデータですと、コード回数など何かを数え上げるっていうことが多いので、非常によく使う分布の一つですね。正の整数の分布になるような変数の例としては、商品の購入回数。
ある場所にいる人の数などが、それに当たります。ただ、ポアソン分布というのは平均と分散が等しいという制約の厳しい分布です。ですので、この制約を緩和した分布もあり、それが負の二項分布というものです。ポアソン分布よりも分散が大きいカウントデータを表現することができ、とても便利な分布のうちの一つですね。コードビッグデータっていうのは、ノイズが多いことが多くて、ポアソン分布がうまく当てはまらないことも多くて、そのため、この負の二項分布というのを、よく使うことがあります。最後にご紹介するのが正規分布という分布で、この分布は平均的なデータが最も多くて、平均から離れるほど、数が減るという、実数値の分布です。身長、テストの点数、観測誤差などがこの分布に従います。また、とてもよく当てはまるから全く当てはまらないまで7段階で聞くアンケートの、結果なども、正規分布とみなして分析することができます。ここで紹介したものの以外にも対数正規分布やカテゴリカル分布、多項分布、ベータ分布などの多くの確率分布がありまして、現象やデータに合わせて適切に選ぶことが重要です。確率分布の形を決めたら、次は分布のパラメータ θ とデータ x の関係を表す関数 f を決めていきます。とはいえ、分布に対してどんな関数を使うかというのは多くの場合、分布によって自動的に決まります。この関数の逆関数をリンク関数と呼んでいて、通常はそのリンク関数で表記します。この関数 f に投入する値というのは、データ x を、データで重み付けして足し上げたもの、線形予測子を使うことがほとんどです。こういった単純な関係を仮定するのは、シンプルに推定や解釈がしやすいというものです。データや先行研究から、θ と x の間に何らかの非線形な関係があることが分かっているという場合は、それをモデルに取り込んでいきます。具体的な関数なんですけども、線形予測子の値の範囲がマイナス無限大からプラス無限大なので、それを θ の定義域に収まるように変換するように、リンク関数を選びます。正規分布の場合は、線形予測子の値と θ の値の範囲は同じですので、リンク関数は特に何もしません。ベルヌーイ分布や二項分布の場合は、パラメータが確率、つまり0から1ですので、ロジスティック関数などを使って値の範囲を変換します。逆関数はロジット関数になります。ポアソン分布や負の二項分布は、そのパラメータは分布の平均値なので正の実数になるわけですが、そのため指数関数を使って値の範囲を変換します。逆関数は対数関数です。ここからは統計モデルを作るためのデータ X をどのように選んでいくかというものをお話ししていきます。観察データには関心のある目的変数とそれを説明させたい X 以外にも様々な変数が存在しています。最初に挙げた例ですと、ニュースへの関心の強さ Y が、それに影響を与えるであろう X の両方に影響を与える変数 Z、共通の要因が存在していました。他にも媒介変数 M だったり、X と Y の両方によってもたらされる結果 J というものが考えることができます。例えば、広告を見た頻度を X、商品の購入を Y としたときに、ブランドの印象を媒介変数 M として考えることができます。広告を見たことの総合的な効果を知りたいのであれば、媒介変数は考える必要がなくて、X と Y の関係を見ればいいんですけども、X によって広告のブランドの印象が良くなって、それによって購入したということを考えたい。その、詳細なパスを考えたいのであれば、この媒介変数 M というものを考慮する必要があります。共通の結果変数は、モデルに入れてしまうと本来とは異なった効果は X の効果として評価されてしまうので、どのような場合でも入れるべきではありません。このように適切に統計モデルに用いる変数を選択するためには、現象やデータをよく観察して、パス図を書いて整理したり、先行研究を調べて参考にすることが必要です。
行動ビッグデータには一つ、もう一つ厄介な問題があります。それは目的変数が非常に大きく偏っているという場合が多々あることです。例えば友達の数、リツイート数、商品の販売数、資産、コミュニケーション頻度はべき分布という偏った分布になることが知られています。べき分布とは目的変数 y の分布がこのようなべき則に従うというもので、同じく偏った分布である指数分布よりもさらに偏った分布になります。通常のグラフですと、このように両者の区別というのはあんまり定性的にはつかないんですけども、両軸を対数にとると、このように指数分布はカットオフが入って、べき分布よりも、早く収束することがわかります。一方で、べき分布は両対数とると直線上になるので、指数分布よりも大きな値が存在し得るわけですね。このべき分布というのは統計学の教科書で言及されているということはほとんどなくて、統計分析を実際にやるときに結構、扱いに困る、分布になります。なぜ統計分析でべき分布が扱いにくいのかということなんですけれども、それはべき分布の生成メカニズムに起因します。資産などの分布がべき分布に従うのは、富めるものはますます富むからだと言われています。増えている書籍は様々な理由で人々の目に触れる機会が多いため、さらに売れることになります。友達が多い人は新たに人と出会う機会が多く、さらに友達が増え、リツイートされるほどさらに多くの人の目に触れるため、さらにリツイートされます。これはユール指紋過程という名前がついており、次の YT プラス1の発生確率というものが、今の YT に比例するというものです。つまり y を最も説明するのは y ということで、x の出番があまりないという問題があります。ではどうしたらいいかについて私の考えをご紹介いたします。一つは目的変数と関係の強い変数 z を当選変数に採用するというものです。ある EC サイトの書籍の売り上げを y、説明変数を x として、書籍の属性が分野出版社価格などが X ですね。書籍が売れるほどランキングやレコメンデーションによって利用者の目に触れやすくなる。そのためより売れる。その結果、べき分布になるとします。ここでは利用者の目に触れた回数 Z を当選変数にすることを考えます。これは利用者が目にしたか1回あたりにその書籍を購入するか確率を高める属性 X を分析するということになります。もう一つは y の変化分を目的変数にするというものです。では実際の行動ビッグデータを分析していきます。ここではソーシャルゲームの行動データを使って直接互恵性という行動の性質を分析します。直接互恵性というのは、後で見返りが期待できるのであれば、すぐには自分の利益にならなくても相手に対して協調的に振る舞うという、行動の性質です。一方で見返りが期待できない相手には協調的に振る舞えません。協調し合えばお互いに高い利益を得られるため、その状態が全体としてはベストなんですけども、個人レベルで見ると自分は協力せずに相手にだけ協調してもらうという、ただ乗りをした方が、個人的には高い利益を得ることができる、つまり合理的な結果になるわけです。みんながみんな合理的に行動をすると、全員が協調しないという結果になってしまいます。ところがご存知の通り、人間も他の生物も協調することはあり、それを説明するメカニズムが必要になってくるわけですね。その一つが、この直接互恵性です。ここでの分析対象のデータは、ガールフレンドカッコ仮というソーシャルゲームのレイドイベントの時のデータを使います。最初に分析のための最低限のゲームの仕様についてご説明いたします。このゲームはレイドイベントというイベントについて分析するんですけども、そこではプレイヤーはたくさんポイントを獲得してランキング上位を目指すということをします。目的としています。プレイヤーはレイドボスという敵を探して、同じグループに所属するメンバーでそのボスを攻撃することによってポイントを得て、ランキングの上位に向かうを目指すわけですね。この時、得られるポイントはボスのに与えたダメージに比例する、して、獲得することになります。また、
攻撃できる回数というのは有限なので、効率の良いポイント稼ぎがランキング上位を目指すために重要になってきます。次に、このゲームにおける協調行動を定義します。ここでは、ある特定の状況によって、リーダーゲーム的な状況が発生したため、それを利用します。というのは、ソーシャルゲームなど実際の環境では、人々は高い自由度で意思決定ができているため、潜在的に様々な協調行動があり得るということになってしまいます。それらをすべて定義、検出、分析することは不可能に近いので、特定の一つに焦点を当てるわけですね。その焦点を当てた際の行動が、そのユーザーの全体的な行動と相関するというのを仮定しています。具体的には、このレイドボスの HP がほんの少ししかないという状況を考えます。当時の仕様では、与えたダメージに比例してポイントが付与されたため、この時にボスを攻撃してとどめを刺すと、残り HP 分しかポイントが得られませんでした。つまり、1万のダメージを与える力があっても、2、3ポイントしか得られないということがあったのです。したがって、この状況で攻撃することは効率の悪い行動でした。ところが、各プレイヤーは一度ボスと戦い始めると、倒し終わるまで他のボスと戦うことはできません。つまり、この状況では誰かが効率の悪い行動をしてくれないと、このボスとの戦いに対して参加者全員がロックされてしまって他のことができないんですね。その間に他のプレイヤーはどんどんポイントを稼いでしまうので、ロックされた状態は望ましい状態ではありません。この状況を単純化して2人でボスを倒しているという場合を考えると、このような利得行列を考えることができます。2人とも攻撃しないといつまでもロックされてしまうので、利得は0点。どちらか一方が効率の悪い攻撃をしてロックを解除すれば、攻撃した方は1点。攻撃しなかった方は効率の悪い行動をしなくてラッキーだったので3点。これはゲーム理論でいうリーダーゲームという、ゲームコードによく似ています。この状況で攻撃するという行動を協調行動とみなして、プレイヤーの協調行動を調査しました。それでは統計モデリングをしていきます。ここでの分析の目的は、直接互恵性がソーシャルゲームにおいても働いているかを調べることです。使用するデータは、協調行動の回数、ゲーム内での行動回数などのデータを用います。アプローチとしては、プレイヤー J がプレイヤー I の行動回数、CJI が、I から J の協調回数、行動の回数 CIJ に正の効果があれば直接互恵性が働いているというふうに考えます。ただ、一点注意が必要なんですけども、ここで実施した分析や横断分析で直接的な因果を検証していないので、まあ、因果を明らかにするためにはさらに、絨毯分析などを進めていく必要があります。まず、協調回数についての分布を見てみます。このように、両対数で直線、すなわちべき分布になっています。ここではべき分布対策として、協調回数と関係の強い変数を統制変数にも採用することを考えます。協調行動は、プレイヤー I と J が同時に協調行動が可能な場面に居合わせる必要があります。したがって、プレイヤーがランダム、つまり互恵的でなく協調するのであれば、協調回数 CIJ は、I と J の行動回数 A の積のルートに比例するはずです。ランダムでないのであれば、それだけでは説明できないので、他の説明変数が必要になるであると言えます。そのため、AIAJ のルートを取ったものを、統制変数として採用しています。分布を見てみると、このように裾の厚い分布になっていることが分かり、また、A と AIJ とのルートと CJI の散布図を見てみると、両者はそれなりに相関をしているものの、それだけでは説明しきれていないということが分かります。というわけで出来上がった統計モデルがこちらになります。J が I から受けた協調行動はべき分布で、分散が大きいカウントデータであるため、このように負の2号分布を使っています。この場合、リンク関数は対数関数を使うので、協調行動と比例すると考えられる統制変数も対数を取っています。そして、それに対して、
CJI が、I から、I が J から、I が受けた J からの協調行動の効果というものを、ここで検証しています。パス図はこのようになっています。こちらが統計モデルをデータにフィットさせて得た分析結果です。CJI の回帰係数は正で統計的に有意でした。すなわち CJI が多いほど CIJ が増えたということを表していて、直接互恵的な行動を示唆しています。ちなみに、当選変数 AJ、AIAJ のルートを使わなかった場合、このように CJI の係数が倍以上になっており、過剰に評価されているということがわかります。これはアクティブなほど CIJ も CJI も大きくなるという共通の、両者に、影響を与える共通の要因、AIAJ を、統制変数としてモデルに組み込んでいなかったという、見方もできます。書籍には他にもいくつか統計モデリングの例を紹介していますので、よかったら見てみてください。こちらはアンケートデータで、と行動ビッグデータを組み合わせた分析を行っています。ここまで、行動ビッグデータを使った統計モデリングについてお話ししてきました。科学というものは、まあ、大まかに、理論、実験、観察の3つから成り立っていると言えますが、理論研究や実験研究から作り出された仮説を観察データによって検証したり、理論的、実験的に研究すべき不思議な現象を発見するための道具の一つとして、統計モデリングは非常に強力なツールです。もちろん、計算社会科学においても重要な役割を果たします。最後にまとめますと、統計分析をする際には、データが生成される過程を踏まえてモデルを作っていくことが重要です。そのためにはデータや現象を注意深く観察することが必要で、先行研究はそういった現象を観察するための強力な洞察を提供してくれます。例えば私たちは人々が協力し合うということは普段の生活で知っているはずですが、それのゲーム理論的な考察や進化のメカニズムについて完全に独力でたどり着くことはほとんど不可能でしょう。直接互恵性の論文は1971年、ユール諮問過程の論文は1925年の論文として出版されています。このように計算社会科学自体は新しい領域なんですけども、研究対象である社会や人については膨大な蓄積がありまして、ほとんどの研究課題には先行研究があると言えます。それを参照することでより良い統計モデリングができると考えております。より発展的な話題については、関連トピックとしては、モデル選択や因果推論を挙げさせていただきます。また、ここに挙げている書籍をご参照いただければ、いいかなと思います。それでは本動画は以上としたいと思います。ありがとうございました。